1月27日に開催されましたポップヒル2019の特集です。今週はこちらの皆さんが登場しますよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずはちょっと今終わったすぐなんですけれども、はい、いかがだったかちょっとお話いただきます、はい、ポップヒル初登場させていただいたんですけど、初出演、はい、初出演あれちょっと待って、やめました、初登場させていただいたんですけどどんな感じかなと思ったんですが、はい、トップバッターということで、はい、役割は和楽器バンドで盛り上げることが役割だと、はいはいはい、もう分かっていたので、ねね、皆さんが圧倒されるぐらい盛り上げちゃおうと思ったら、はい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 、もうすごい負けじと飲み上がってくださって、ね、すっごく楽しかったですね。MC の中でも金沢よく来られて好きな街って話はね、はい、ツアーで並行させていただくことが増えてまいりまして、やっぱりね、昨日、はい、金沢観光させていただきまして、いろんなとこ行ったんですけれども、やっぱりまだまだ見足りないぐらい素敵な場所がたくさんあるなと、すごい美味しいお寿司屋さんも行ってきまして、もう街並みから素晴らしいですが、やっぱり海鮮もすっごく美味しかったです。5周年、はい、迎えられまして、はい、ありがとうございます。今回この衣装も素敵な衣装だね、はい、今回僕石川さんがここにいるのないないない、今着てくれたね、石川さんうまいことハマりましたね、そこでぴったしなんで今回はね、扇、デザート、あ、はいはい、あとは着物っていうのをこう掛け合わせて、ね、和と洋の融合バンドなんで、衣装もそういったところにこだわってるんですけれども、普通のバンドのうち倍いるんですよ、ね、あ、はい、普通は4人ぐらいじゃないですか、普通男女混合8人バンドなので、それで楽屋がですね、学校の教室みたいな感じになるんですが、やっぱり8人いるとですね、いろんな個性があるわけなんですが、長く続けることが一番の目標だよねと常々言っておりまして、もちろん日本国内から海外に向けての活動という目標とか、ちょうどねニューヨークとかも近々行かせていただくんですけれども、はい、そういった大きな目標もありつつ、一番大事なことはですね、まずは10周年に向けて、まあ60、70になってもこのバンドもできたらいいなというのがやっぱり一番の目標でもありますね。もう本当に末永くということと、あと本当にこう音をですね、世界中にちょっと届けていただきたいな、はい、そう、日本を代表するようなバンドとして、うん、言っていただけるように、恥ずかしくないようにね、そうですね、はい、うん、お届けしていきたいと思います、はい、ちょうどね、今日ね、和太鼓、はい、琴と和太鼓、そうですよね、実はちょっと和太鼓僕やってて、おー、そうですね、そう、あの締めから和太鼓なんです本当に響きました
大変なんです。やっぱ大変ですよね。一人だけ汗かかる。いや本当に。あとは汗かかないです。はい、今新人のコートハローカリですね。はい、コートと話題から全然バンド感はないんですけど、実際はまあロックバンドなんで、ドラム、ギター、ベースが激しい。それでこの格好で何やるんですか。うちはロックバンドなんです。はい、ぜひ見に来てください。あれですね、県内にも、はい、昨日も街歩いていたら、昔からあるような、はい、和楽器屋さんを見かけしまして、やっぱり和楽器も盛んだと聞いておりますので、やっぱりその導入口としてなんかピアノとかギターぐらい身近なものに感じていただけるような楽器で、いや本当そうですよね、はい、でも本当いつの間にか石川さんが太鼓行くか始めるみたいですね。弟子入りでちょっとじゃあこれ新しい展開で石川さんこれいいんじゃないこれ、はい、ちょっと次からこれで歌おうかな。ちょっと石川さんとかでちょっとこれ毛抜いておきますこれということで、あの石川の皆さんもぜひメッセージをお願いいたします。はい、石川の皆さん和楽器バンドと言いまして、そのままの名前じゃないかとよく言われるんですが和と洋を融合したバンドとして活動しておりまして、ツアーなどで、よく、この辺りは来させていただいておりますが、日本を代表するようなバンドとして頑張っていきたいと責任感をちゃんと持って、歩んでいきたいと思っておりますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。